ベティスアトレティコに加入しましたが、チームに少しずつですがフィットしている感じです。フィニティ、フィニティ落ち着いてますね。やはり今できませんでしたけどね、はい、フィニティ、このボールをうまくつないでいきたい。フィニティ、スピードあります。懸命に、今度は右です。フィニティ、うまい抜きです。コーナーキー崩していけるか。今度は右です。さあ抜けるか。ちょっとここまで時間かけたら突破できません。ですからそうチェックできますね、選手の、はいはい、まあまあ、この番組を見ながらもそのワールドカップに出る選手、要チェックの選手を見たいところ。このフィニディもワールドカップ行きが決まっています。本当スピードに乗った中からですね、非常にこのアジリティ、ターンの速さとかですね、見せますね。戻して、特に長い距離になりますとこのアンドレイの左足を使ってくるケースが多くなります。前の方でオフェンスに働きましたから ね、まあ、運動量も相当上がってましたんで、これもフィニティチャンスですね。一山超えなかった、ダゴビッチでした。これも大きな、大きな展開ですね、ヤルニーから。さあルックアップして前を見ます。さあ飛び込んでいった、カニャスからいいパスが出た。いや、その前にですね、フィニティ・ジョージ、今フリーランニング、素晴らしいランニングしましたね。あ、フィニティ受けた、アルフォンソからフィニティ、フィニティのシュート決まった。ロスタイムに入っていって、ちょっと遅かったっていう感じですね。フィニディがアルフォンソに預けて、そして最後また自分でのシュートでした。でもフィニディはいい仕事しましたね今日は。このシュートがあったんですが、時すでに遅しのロスタイム。